センターから4コーナー今村内へ行きまして、中部は分裂しています。最終周回5番の村田は1人で行って最終周回です。今村5番手に置かれています。先行は3番の原口突っ張り切るか、5番の村田陽子両者が踏み合っています。2コーナーからバックで村田はいっぱいになりました。先頭3番原口翔平、マーク6番の小森久典、3番手は7番の宮下潤、この3者が抜け出して5番の村田は4番手に交代。あとは車間が空いて2番の小林修二、4コーナーから直線です。先頭は3番の原口、4コーナーから直線、番手6番の小森久典、小森詰め寄って3番の原口逃げ切りました。あ、お疲れ。いつも自転車してくる、これ、スムーズだね。ちょっと、よかったね。よかったね。よかったね。なんか軽すぎてた。ギリでした。はい。ちょうど同じような感じになったんで、はい、同じようにかけました。風が強かったですね。具体的には具体的には 3コーナーらへんで、はい、結構止まるぐらい、はい、止まるかなと思うぐらい、ただまあそんなの押し切って1着ですが、はい、自身の感触はどうですか。感触はまあ勝ったんで悪くない、いいのかなと思います、はい、だから大小森さんと番付決められるんで頑張りたいと思います。で、今日みたいに1着ですか。今日、はい、優勝したいですね、はい、期待して。色につけてどうでした。いや、強かったです。あ、まあ、風の強い、はい、まあ、明日またね、連携で、はい、決勝戦に駒は進みましたが、はい、どういかがですか。まあ、あとはもう好きな走ってくれればついていくチャンスを、チャンスがあれば作るかです。そうですね、今日の分はあれですね、明日に取っといてってことですね。いや、今日も明治です。いっぱいいっぱいです。